皆さんこんにちは、Mスタジオのももかです。私は1週間に1回マルシェに日本料理を出店しています。皆さんマルシェに行ったことありますか？マルシェに行って必ずあるのはやっぱりパン、チーズ、無農薬の野菜と果物は、あとはお魚かな。これはマルシェの核なのでどこに行ってもあるんですけど、他には、蜂蜜農家さんが来たりとか、無農薬のキノコ農家さんが来たりとか、あとはガレットクレープ、多国籍料理で、大きいマルシェに行ったらお洋服とか日用品があるところもあります。実はですね、これらのものって全部スーパーで買えるものだったりするんですよね。大体手に入るものなんですけど、じゃあなんでわざわざスーパーので買えるものをマルシェに買いに来るのかっていうことを考えた時に、マルシェにあるものの方が断然高いんですよね。それでも絶対マルシェ派っていう人がいっぱいいて、それはなんでかなっていうふうに考えてみたので、それをちょっとシェアしたいなと思います。理由はズバリ、生産者から直接買いたいからっていうところなんですよね。基本的にマルシェに来るときに、生産者と消費者っていうのは友達とか親戚とか、もうそんな感じです。なのでまず会ったらみんな名前は知ってます。なのでみんな、サリーモムカーとか、ゴムサバモムカーとか、いろいろ声をかけてくれます。で、最近はどうとか、週末何してたとか、子供の学校の行事がどうだこうだとか、必ず世間話、個人的なお話をします。味がよくって安全性が高いっていうのは、生産者から直接買う上でメリットだと思うんですけど、それよりもみんなこの人から買いたいっていう思いがある感じがするんですよね。そう、この人から、その人の人生のストーリーに参加しているっていう感覚があって、私たちがこの人がこういう情熱を持って作ったものを、私はこの人から買いたい、まあ、活動に対するエールとしてお金というエネルギーをいただく。そしてそれによって生産者はそのエネルギーに活動を継続することができる。で、消費者の方も喜んでそれを楽しむ、本来もともとあるべきサイクルというものがあるんですよね。なので、そのいただくお金っていうのが、自分が愛を込めて作ったものに対するお礼として受け取り、なんかお金にすごい愛を感じます、うん、そして私は生産者側からの気持ちとしては、この消費者の顔を知って働くので、こうお寿司を作ってる時とかもそういうやり取りがあるので、あの人来てくれるかなとか、顔を直接思い浮かべながら作るので、自然と作る料理に愛が入っちゃうんですよね。愛情が。よく昔からイライラして味噌を仕込むなって言うでしょ。メイドさんにラブ注入されたら、そんなオムライスはプラスで払う価値があるんだよね。お母さんの作ったおにぎりに勝てるおにぎりなんて存在しないでしょ。やっぱり目に見えないエネルギーとか愛っていうのは、ちゃんと味に宿るんだなっていうのを実感しています。マルシェの食べ物っていうのは断然美味しいのかなって個人的に思っています、まあ、つまり私が思うマルシェ文化がここまで根強くフランスに残る理由っていうのは、愛の循環っていうところだと思っています。今の時代スーパーで何でも買えちゃいますよね。それはそれで便利で最高でありがたくて感謝してるんですけど、やっぱりお金を払う時に誰の顔も思い浮かべず、それを作った生産者のことも分からず、スーパーに並べてくれてる人たちのことも考えず、なんとなくお金を払うですけど、そこには生産者の情熱だとか強い思いだとか、それにその生産者の人生のストーリーだとか、いろんなものを省いてしまってる、感じる時間もない、感じようがない、そんな風になってしまっていると思うんですね。でもマルシェっていうのは、生産者の背景や歴史、人間自体を知って、お互いの人生に関わり合って
愛を持ってお金のやり取りができればっていうのは、またそれはそれで素敵だなって思うんです。私はそんな場所に身を置かせてもらえてとても幸せだなって思ってます。私は毎週愛を込めて日本の国旗背負ってマルシェに行っています。まあ、この地域のね、日本代表として日本という国で恥じないように頑張っていきたいなと思ってます。